はい、どうも、白滝です。今回の動画は超プロ野球ウルトラについて話していこうかなと思います。撮影日が12月の5日月曜日になりまして、今ね、そのイベントが開催されています。リアルイベントが開催されています。まあ、今年もね、超プロ野球ウルトラとプロスペースのコラボが多分ね、まあ、来ると思うんですけれども、来た場合はどういったね、選手が登場してくるのか、無料配布はあるのか、あとは、なんかガチャ内容はどういった内容なのか、今回の動画で、解説していこうかなと思います。まあ、良ければ、最後まで動画を見ていただきまして、チャンネル登録と高評価していただけると、かなり嬉しいです。ということで、やっていきましょう。今年も超プロ野球ウルトラが開催されまして、プロスペースとは毎年コラボをしています。2019年から始まりまして、19、20、21と毎年ね、コラボしているので、今年もプロスペースと超プロ野球ウルトラのコラボガチャが登場してくるんじゃないのかなと予想しています。で、無料配布はあるのか、ガチャ内容はどういった内容なのか、これについて話していこうかなと思います。まずは無料配布から説明していきたいんですけれども、毎年、無料で契約書が配布されます。で、その時の、条件がありまして、これが前回の、コラボ企画になっていました。みんなで目指せ100万ポイント、番組放送中にみんなで100万ポイントを達成すると、超プロ野球ウルトラとプロスペースのコラボ動画で出演している選手が獲得できるプロ野球スピリッツエース S ランク契約書かな、超プロ野球ウルトラ契約書をプレゼント、そういったね、企画が前回前々回と毎年ね、開催されています。まあ、今年もね、こういった連動企画で無料配布がね、あるんじゃないのかなと予想しています。続いてガチャ内容の方を見ていきましょう。超プロ野球ウルトラセレクション2021超プロプレイヤー期間限定で登場。で、内容は S ランクが出たら、超プロプレイヤー確定で、購入2回目4回目 S ランク選手1人確定、まあ、超プロの、ね、選手が1人確定になっています。で、さらに、購入2回目は自チーム確率が 30%、購入4回目以降は自チーム確率が 50% と、そういった内容で今年もね、登場してくると予想しています。そして超プロ野球ウルトラのコラボはいつ開催されるのか、毎年1月の初旬に開催されています。まあ、年末年始福袋ガチャ、まあ、OB シリーズがね、登場した後に毎年登場しています。まあ、今年もね、1月の初旬に登場してくると予想しています。コラボに関しての説明は以上になりまして、今年どういったね、選手が登場してくるのか、ヤクルトからね、見ていこうかなと思います。選手名鑑の方になりまして、ヤクルトから見ていきたいんですけれども、12球団の投手野手1名ずつがイベントに参加しています。ヤクルトの投手が高橋選手、打者が村上選手になります。で、どちらが来るかはまだね、判明していないんですけれども、まあ、個人的に来る確率がね、高い選手は村上選手なんじゃないのかなと思います。で、能力はですね、確かプラス1で登場したはず、間違っていたらね、テロップで修正されていると思うんですけれども、まあ、村上選手はですね、ヤクルト枠で、まあ、登場してくる、確率はですね、高くなっているんじゃないのかなと思います。まあ、やっぱりね、アーティストの選手、目玉の選手は、まあ、ガチャでね、1人は入れたいと思うので、まあ、その枠としてヤクルト、村上選手はね、登場してくるんじゃないのかなと予想しています。まあ、50% の確率で、その超プロのね、村上選手を獲得することができるんじゃないのかなと思います。で、特殊能力になるんですけれども、確か変更されていたはず。まあ、前回のね、超プロの選手を見ていきましょう。前回の超プロの投手の特殊能力から見ていきましょう。前回の特殊能力は激闘というね、特殊能力が追加されていました。球威が B アップ、打者のミートを昇段、打者のパワーを昇段、まあ、こういったね、特殊能力なんですけれども、今年からアニバーサリーで投手が強化されました。まあ、アニバに続くのであればミートを中段、パワーを中段、まあ、それぐらいしてもですね、まあ、投手はね、いいんじゃないのかなと思います。まあ、打高投低というね、環境なので、まあ、ミート中段、パワー中段の超プロの選手がですね、登場すれば、まあ、投手もですね、欲しい方は、まあ、いるんじゃないのかなと思います。まあ、アニバからそういったね、投手の強化されているので、まあ、個人的にミート中段、パワー中段の特殊能力で、まあ、追加されてくるんじゃないのかなと予想しています。
打者の特殊能力も見ていきたいんですけれども、打者は、パワーをビアップ、投手の制球をショーダウン、投手の球威をショーダウンと、スパークコラボでも、特殊能力ね、打者は変わっていなかったので、まあ、同じね、この効果で、登場してくるんじゃないのかなと予想しています。まあ、投手が大幅に強化されるんじゃないのかなと、個人的には考えています。続いて阪神の選手を見ていきたいんですけれども、阪神は湯浅選手と佐藤選手がイベントに参加しています。で、前回佐藤選手が登場したので、今年登場するのであれば湯浅選手が登場すると思います。で、能力はテロップの方で書かれているので、そちらの方を見てください。 B ランクは15かな、15すれば S ランクの能力が判明します。まあ、テロップに書かれているので、そちらの方を見てください。巨人の選手を見ていきましょう。巨人は大勢選手と大城選手が登場します。大勢選手は、まあ、ベストナインタイトルホルダーでも登場してくるんですけれども、まあ、今年ね、新人王を獲得した選手なので、こちら大勢選手、まあ、登場してくるんじゃないのかなと予想しています。通常からプラス1されれば、球威がね、80で登場します。補足の説明として、超プロ野球ウルトラの選手はプラス1のステータスで登場します。で、その例が丸選手、79-79で登場していました。で、超プロ野球ウルトラでは80-80で登場していました。プラス1で登場してきます。広島の選手見ていきましょう。参加する選手が大瀬良選手と坂倉選手で、どっちが来るかはわからないんですけれども、個人的願望としては坂倉選手が登場してほしいなと思います。大瀬良選手もそっか、プラス1したら球威が77、称号でオール A にできるステータスにも登場するので、まあ、どっちが来てもいいんですけれども、個人的には坂倉選手かな。ミートが80で登場します。で、ライドラ広角というね、強い、まあ、特殊能力を持っているので、個人的に来てほしいのが、まあ、坂倉選手になっています。中日見ていきましょう。中日は高橋宏斗選手と岡林選手、岡林さんはこの後ベストナイン、そしてスパークコラボも登場しているので、まあ、消去法として高橋さんかな、まあ、アニバルも登場したんですけれども、まあ、消去法で来るんであれば高橋選手がね、登場してくるんじゃないのかなと予想しています。横浜で登場する選手が今永選手と牧選手になりまして、まあ、どちらが登場するかって言われれば、今永選手が登場してくるんじゃないのかなと思います。牧選手は去年のね、超プロ野球ウルトラで登場していたので、まあ、2年連続というね、可能性もあるんですけれども、まあ、同じ選手がないという可能性をね、考えて、まあ、今永選手がね、登場してくるんじゃないのかなと予想しています。オリックスで登場してくる選手が宮城選手と北選手、まあ、どっちが来るかね、難しいんですけれども、まあ、ゲーム的に強い選手として宮城選手がね、選ばれるんじゃないのかなと予想しています。まあ、登場した時は79-78-75、まあ、リアルタイム対戦では使うのは厳しいんですけれども、まあ、こういったね、球種を持っています。まあ、特殊能力はキレ、奪三振、回で激闘というね、特殊能力に変更されます。ロッテで登場する選手が松川選手と小野選手になります。で、松川選手はセレクションでね、登場していたので、まあ、どうなんやろう、まあ、選ばれるんであれば、まあ、小野選手かな。小野選手はこちら通常のね、ステータスが76-60-60でプラス1されれば称号で QA にすることができます。で、リアルタイム対戦では使えてこないんですけれども、まあ、こういったね、特殊能力を持っています。楽天は西口選手と島内選手が登場してきます。で、島内選手はスパークコラボで選ばれているので、まあ、除外されると考えると残りは西口選手、西口選手は A ランクで登場しています。66-53-50、 S ランク時の能力はテロップの方を見てください。で、球種はストレート、チェンジアップ、ナックルカーブ、カットボール。で、第2球種にフォークを持っています。まあ、12球団勢では使うのは厳しい投手にはなっていると思います。ソフトバンクは三森選手と東浜選手が登場します。で、三森選手ね、スパークコラボで登場しているので楽天と同様、まあ、来ないと考えまして、登場するんであれば、先発の東浜選手、東浜選手がですね、かなり強くて、前道値になります。そこからプラス1すればどうなる、称号で QA 行くのかな、まあ、そこはテロップの方を見てください。今ね、ちょっと撮影中頭が回らないので、まあ、後でね、編集でまとめられていると思います。球種を見ると、高速シンカー、超高速シンカーを持っていまして、第2球種スライダーとカットボールを持っています。まあ、特殊能力はね、超伸びという特殊能力が判明しています。
日本ハムファイターズになりまして、上沢選手と松本選手が登場します。まあ、こちらも松本さんね、スパークコラボ登場しているので、まあ、上沢さんがね、選ばれてくるんじゃないのかなと思います。能力はこちら、79、73、79。この能力で登場します。そして最後、西武は水上さんとウーネンティン選手がイベントに参加しています。で、どっちがね、登場してくるか難しいんですけれども、通常の S ランクでは水上選手が登場しています。通常は77、64、61。で、球種はね、こういった球種を持っていまして、まあ、横のね、シンキングファストと、で、第二球種カットとフォークを持っています。で、特殊能力、第二特殊能力に対ピンチがあるので、対ピンチは消滅しません。今回の動画では2019年からコラボが開催されていまして、19年、20年、21年と、で、今年、リアルイベントもね、開催されているので、まあ、再びね、そのプロスペースと超プロ野球ウルトラの、まあ、コラボがね、開催されるんじゃないのかなと予想しています。で、その時、どういった選手が登場してくるのか、無料配布はあるのか、ガチャ内容はどういった内容なのか、今回の動画で解説していきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、5万人目指してね、投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね、この動画に、高評価の方よろしくお願いします。ということでありがとうございました。